阿ら橋駅は、大阪府大阪市何和区何和東一丁目にある、西日本旅客鉄道大阪環状線の駅である。駅番号は、JRO17。駅シンボルフラワーは、なでしこである。南海高野線の阿ら町駅とは、約200メートル離れているため、乗り換えの案内はない。1909年に、大阪市電西道とんぼり天王寺線の阿ら橋駅が開業し、 1927年には、阪海電鉄のあわら橋駅も開業した。現在の大阪環状線の内境川信号場、今宮駅間は、1928年に関西本線貨物支線として開通し、1961年には大阪環状線として旅客線化されたが、当駅開業は、その5年後の1966年である。これは、 1968年をもって市電が廃止されることが決まり、市電のあわら橋駅西浜町駅間付近に、市電のあわら橋駅に代わる駅として、当駅が設置された経緯による、駅周辺で太鼓が盛んであることにちなみ、和太鼓にエレベーターのピクトグラムが取り付けられている。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅である。有効長は8両編成分。 分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。改札口は南口と北口の2カ所にある。また、日本の鉄道駅で初めて身体障害者のためのエレベーターが設置された。新今宮駅が管理している直営駅である。アーバンネットワークに含まれているほか、JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。 今宮駅との駅間距離は600メートルしかなく、当駅ホームから目視できる。愛国家を利用することができる。長らく乗り場番号が存在していなかったが、2006年10月18日に乗り場番号が付与された。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日から、あわら橋太鼓集団、どの楽曲、祭りが発車メロディとして使用されている。 当駅周辺には多くの老舗太鼓メーカーがあり、太鼓が盛んであることにちなんでいる。2019年度の1日平均乗車人員は6,051人である。大阪環状線では今宮駅に次いで2番目に乗車人員の少ない駅である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。当駅は板地川にかかっていた網台化筋の橋である。 阿ワラ橋の南東に位置し、駅名もこれに由来する。阿ワラは、イタチ川下流域が、足の生い茂る、低湿地であったことに由来する。イタチ川の北側が南場、南側が傷となり、1900年に南場阿ワラ町の町名が誕生している。現在の駅周辺は、北側のほとんどが、住宅や、町工場が混在している、下町の町並みで、 南側は公営住宅が林立する住宅団地になっている。駅の南側は1701年から1706年にかけて江谷分の住民移転により形成された西成郡渡辺村の集落にあたる。渡辺村は1724年の大火で消火活動の功績があったことから長らく消防役を担っていた。また移住以来比較産業が盛んになり、 全盛期にはホームまでに川の香りがしたほどであった。特に太鼓の生産地として、古くから有名で、駅前には太鼓屋が並び、2004年には駅からリーバティ、大阪までの道筋に、太鼓関連のモニュメントや看板が設置された人権。太鼓ロードが整備され、江戸時代の豪商、太鼓屋、又兵衛の屋敷跡である、何和玉器公園には、太鼓演奏が流れる。 からくり時計が設置された。大阪市電の駅は大阪環状線の駅の西北にあるあわら橋駅前交差点付近にあった。出店、ありがとうございます。